のシングルのカップリングに私たちニアリーイコールジョイが参加させていただけることが決定いたしました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当に先輩方のね、あの大切な楽曲に参加させていただけることがとても嬉しくて頑張りたいと思います。素敵な作品が作れるようにみんなで頑張ります。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。うわー、すごい、優勝ありがとうございます。ありがとうございます。今日からゴールデンウィークキャンペーン、ゴールデンウィークキャンペーン、あ、だからゴールデンになってっちゃってるの、下とかなんか壇上とかなんか背景もなんかすごいもん。すごい金色の高さ、わっすごい、あ、うわー、え、誰も、え、なんかなんか動きがあるし、え、すごい、ありがとうございます。すごい初めて見ましたね。ありがとうございます。そうでね、参加させていただけることが決定いたしまして楽しみです。わあ、すごい、全部金なの、ありがとうございます。ハートもね、なんかすごい、すごい金キラ金でしたね。ありがとうございます。わあ、すごい金色の、おおほほ、すごい、なんかちみたいなだるま、しありがとうございます。でもね、ニアリーイコールジョイとしては6曲目ということで7月ですね、あの発売日もとても楽しみです。だるまハートもありがとうございます。すごい、アイラブユークマさんも金色じゃないですか。シドさん、アイラブユー、アイラブユー、ありがとうございます。すごい金色、ありがとうございます。あー、時間がないだ、あらあら、トババタありがとうございました。3回もね、お話し会まだちょっとだよ、本当に今週末ですかね。ハートありがとうございます。お気に入りの曲また1曲増えると思った幸せな気持ち、嬉しいです、ありがとうございます。うわー、だるまさんありがとうございますね。対面まであと少しですよ。私もお洋服はもう 3択で迷ってるそうそう、迷ってますね。お、よろしくお願いします。ありがとうございます。そうでね、明日はそうなんですよ、 YouTube の YouTube ライブでね、何か発表があるかも配信みたいななんだっけ、正式名称私もまだ言えないかもしれない、あ、口書いてなかったねそう、ドキドキワクワクですねすごい、あるかも配信ですからね。メロモネポン、舞台ニアリーイコールジョイメロモネポン、いよいよ始動、何か発表ありそうスペシャルライブですね名前が可愛い匂わせ、すごい堂々とした匂わせをですねあと、ありがとうございます。ありそうと言いつつ悩んだら確かにないんかい。お、ニューアイテムを、うお、何ですか、楽しみに待ってますね。ね、今週すごいよ、皆さんとたくさん会えるよ、対面でもオンラインでも、オンラインというか画面上でも、今週すごいよとっても楽しみなんですけど、だからテンション上がっちゃって朝ツイートしちゃったハートありがとうございますね。そうそうそう、
今週人生初対バン、おお初対バン、楽しもうね、嬉しいです、ありがとうございます、流れ星ありがとう。そう会えちゃうよ、どうするどうする、会えちゃうよ。1月頭くらいにさ決定というか受付開始とかなんかその辺だったじゃないですか、対面お話し会のことが。そうそこからね、なんかまだ先だなーとか思ってたけど気づいたらもう今週末ですよ。やったね。あ、クロワッサン見たよ、あの写真送ってくれてましたよね。あら、ハートありがとうございます。うんうん、ゆくちゃん会いたいから福岡にも早く来てほしいよね、嬉しい。福岡にね行けるように頑張ります。福岡行きたい。ツイートの写真大人っぽくて綺麗でした、ありがとうございます、嬉しい。ワンピース、昨日一昨日昨日は半袖だったけど今日はもうこのレースでも寒かった、ヒートテックも着てなくて寒かったよね。お、ミルモデポンの舞台見に来てくださるんですか。ロングレーの私会ってなくて、そうなんですよ、会えてないんです。動画でね、あゆみのツイートの動画で見ました。なんかあのセーラームーンマーズみたいだった可愛かったです。そう、あ、会いたかったよね。あ、そうでね、あの今日も君の夢を見たんだのみんなのメンバー略詞みたいなの、そう、そういえば言おうと思って、あのみんななんて略してるんだろうって私もね謎だったんですよ。私基本あんまり略してない、略さず言っちゃうタイプだからフルネームでなんでか分かんないけど、そうでみんなね、あのなんて略してるのってダンスの先生もおっしゃってて、あの言ったところみんなが言ってたのは君夢って言ってましたよ。みんな君夢って言ってるみたいです。いやー、そう君夢ってやってるみたいです。ピカピカありがとう、嬉しい、ありがとうございます。そう、君夢だしもね、なんか言ってた、じゃ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 、でね、スイート16、なんか他は略詞結構あるじゃないですか、ムニアジョイも略詞というか短縮バージョンみたいな、あのスイート16なんて略してるんだろうなってその時に思ったんですよ、君夢の話でなった時に。だからあの私たちスイートって言ってたみたいですスイートって言ってるみたい、スイートスイートって言ってましたよ。そう、まあね、皆さんがね、あの呼びやすい略し方だったり言い方だったりで全然あのいいので呼んでいただけることが嬉しいので、私たちニアジョイはスイートって言ってたみたいです。私スイート16って言ってることも多いけどでもフルネームでやっちゃう。そうなんですよ、16って。確かになんかそのツイッターでつぶやくには16とかがそうそうそう言いやすいよねみたいな、書きやすいよねみたいな。今度は嬉しい、じゃあ後で見ようっと。そう、今日コナーがブログ更新だったね。あ、タコさんありがとうございます、ありがとう、嬉しい。もうコナーはもうね、もうかわいい、かわいいし大好きよ。だるまさんありがとうございます。お友達にありがとう、嬉しい、好きになってくれるといいな、相思相愛だ、当たり前じゃないですか。ありがとうございます、虹色の星、
ちなみにね、今日もそんなに長くはできないんだ。そして私はこの後ツイッターを上げるために文章を考えるので、ちょっと今日はちょっと長くはできないんです。配信ゆっくりでありがとうございます。3時間くらいかな、すごすぎ。オーディションの感覚じゃないですか。ショールーム審査の時くらいしかそんな長時間してないわ。すごい、しのちさんありがとうございます。 I love you、 ありがとうございます。嬉しい、皆さんありがとうございます。サイン会もありがとうございました。虹色の星、そして金のタコさん、金のハートありがとうございます。ありがとうございます。サイン会ありがとうございました。こちらこそですよ、たくさんお名前を書くことができて嬉しかったです。そう、24時の壁突破ですか。あと3時間あるわ。3時間あるわ。わあ、ハートありがとう。最近ね、ちょっと今日はもう落ちちゃったけどね、毛先をねギュイーンと、昨日みたいな感じ、毛先をこう内向きにするのにハマってます。ウェーブはね、なかなかちょっと私の技術じゃなかなか追いつけてないんですけど、ギュイーンってするのにハマってます。そう内巻き、前髪伸びるの早くない？私この間いつ切ったんだろう、いつ切ったんだっけな、忘れちゃったけど、しげちさん、ねえ、しげちさんありがとうございます。タワー、すごい、金のタワー、金のお城が、おお、ありがとうございます。わお、しげちさんありがとうございます。ありがとう、わー、金のお城、金のお城ありがとうございます。すごい、なんかもうシャチホコじゃん、シャチホコ立ってるし、シャチホコ立ってますよ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい、びっくりしちゃったよ、ありがとうございます。今日もお疲れ様です。じゃあお疲れ様、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。しげちさん、今日はどんな一日でしたか。ありがとう。はじめまして、ルイ38期生さん、こんばんは。はじめまして、よろしくお願いします。アリスのファンの方かな、ありがとうございます、お願いします。お、タコさん、昨日タコさんもありがとうございます。そしてやとめさん、ケンジさん、ケンジさん、ケンジさん、たくさん虹色の星ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。びっくりしちゃったよ、お城はね燃やさないよ、そんな燃やさけないじゃないですか。少しおたい、皆さんのここにあるのかな、私と同じ場所、ありがとう、ギャーギャーって、イクラブさんのねカップリング、ありがとうございます、おめでとうで、ありがとうございます、皆さんのおかげですので、本当に参加させていただけるの本当に本当にありがとうございます。ね、次の曲もどんなね雰囲気な楽曲になるのか、私たちも予想にね、予想膨らませることしかまだできないんですけれども、素敵な作品が作れるように頑張りますのでよろしくお願いします。ハートありがとうございます、金のハート、金のハートありがとうございます。わあ、だるまありがとうございます。そうなんです、
私が配信を始めたのと同じタイミングくらいに、ね、多分公式ニヤジョイの公式のツイッターからね、あの告知をね、告知なんだ、あの告知が出たと思うんですけれども、そうなんです。ラジオ収録と配信でお洋服変えててめちゃくちゃおしゃれじゃんっていつも感心してる。やった、嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい。そうラジオ収録の日付をね、かがれないように私は着替えてるので。だるまありがとうございます、ハートもありがとう、ありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。そうなんです、イコノイジョイの2023の前に発売ですね、7月頭19とかだったと思う、ちょっと私もちょっと、うん、7月19日発売ですね。そうそうそう。ありがとうございます。そう書いてるでしょ、かがれないようにしちゃってます。名前初めて呼んでもらえた、嬉しい、ありがとうございます、いつも応援していただき嬉しいよ、ありがとうございます、ハートありがとうございます。イコノイジョイ、ぜひぜひ皆さんとお会いできるのも楽しみに待ってます。私はいるので山梨県にいますので。昨日ゆかちゃんが僕の夢の中に出てきてくれて、嬉しい、やったやった、ありがとうございます、嬉しい。どんな夢だったんですか、どんな夢だろう。だるまありがとうございます、ハートもありがとうございます。20分になったら大丈夫しようかな、ちょっと早いけどね、びっくりですよね、こんなに早いのかい今日はみたいなね感じかもしれないですけれども、ごめんなさい。アイスクリームありがとうございます。そうそうそう、あー昨日楽しかったですか、あの後も。栃木も行きたい、行ったことないんだな、栃木県は行ってみたいですね。名札作ったよ、あ見たよ見たよ見たよ、ありがとう、楽しみだ、嬉しい。時間言わない方がいいかな、もうなっちゃうよ、あと1分でなっちゃうよ。明日はと YouTube ライブ終わってからの夜にねします。でちょっと私ちょっと見たいものがあるのって、あの23時過ぎくらいにできたらいいなと思ってます。怪しくないよ、何何怪しくないんですけれども、怪しくないよ。え本当に昨日ドッキリ大成功すぎたよ、びっくりしちゃった。そう名札見やすいの教えてほしい、名札でも私もね対面でその名札というのを経験したことがあんまりないから、ちょっとなんか的確なアドバイスできるか分かんないけど、どうだろうな、でも文字が太い方が見やすいのかな、でも私視力いいからね、ある程度は見れると思う、見れる自信あるけど距離が分からないから、確かに私も分からないかも、どんぐらいだろうね、太い方が見やすいのは見やすそうなイメージはあります。目いいです、最近ちょっと落ちてきてた気がするけどまだ目いいです。アイコン写真とかありがたいかもしれませんね、でもね大丈夫だよ、大丈夫大丈夫だよ。アイコン写真とか皆さん大変でしょ。
そんなの作っちゃう、作るの大変なので、本当に何だろう、その会いに来てくださるだけで本当に嬉しいので、そうなのでね、ではでは、あと私的にあの絵文字、私結構皆さんの名前の後ろの絵文字とかでも覚えてたりするので、絵文字とかあの結構わかる、あのあれになるかなっていうのあります、わかるポイント、皆さんのことを思い出すポイントにはなります。まあ二次風じゃない方もいらっしゃるけどね、でもその皆さんのアバターのイメージとか絵文字のイメージとかというのも、私の皆さん覚えてる雰囲気とかで覚えている方とかいらっしゃるからってな感じです。んじゃらんじゃら、13位の方から誕生日してきますね。13位、みどりちゃんありがとうございます。12位、たつやさんありがとうございます。11位、はまじさんありがとうございます。10位、ふみさんありがとうございます。9位、えいちゃんありがとうございます。8位、ぎゅんたるさんありがとうございます。7位、たとまるくんありがとうございます。6位、しのうちさんありがとうございます。5位、なうちちゃんありがとうございます。くんだ、ごめん、くんだ、ありがとうございます。4位、フラワーさんありがとうございます。3位、しのさんありがとうございます。2位、やとみけんじさん、合ってます、合ってますか、合ってます、合ってますか、ありがとうございますそして1位、しげちさんありがとうございます、ありがとうございますたまもありがとうございました。え、私待って、呼んでない、呼んでる、お呼びしてる、お呼びしてるよね、あ、お呼びしてるよね、あ、絶対ありがとうございます、ありがとうございました。ルネさん、はじめまして、こんばんは、ニアリーイコールジョイの村山優香です。かなさんもありがとうございます。よろしくお願いします。今日ちょっと配信終わっちゃうんですけれども、明日23時頃から配信できたらいいなと思っておりますので、ぜひぜひ見に来てくださると嬉しいです。ツイッターのアカウントを持っております。明日は YouTube でね、あのニアジョイ、イコノイジョイチャンネルさんにて、あの YouTube 生配信、ライブも行いますので、ぜひあの見に来てくださると嬉しいです。ということで今日も見てくださってありがとうございました。皆さん、あの平日スタートしましたけれども、あの今週1週間はね、皆さんとお会いする機会も本当にたくさんありますので、それを目標に楽しい1週間を過ごせたらいいなと思います。ということで、今日も一日ありがとうございました。タワーもありがとうございます。ということで、また明日お会いしましょうね。バイバイ、おやすみなさい、ありがとうございました、バイバイ。